大家好，我是今天的主持人野 Carry， 欢迎收看 The 潮流频道。在日本非常有名的摄影师李元康正，他把自己独立的潮流品牌以及他的摄影作品展带到了上海的活动。在这次的活动中，让粉丝们更期待的是，他还邀请了日本超人气写真女星上原杏里以及选秀女生一起来参加了活动。他还会在舞台上给大家展示米原独有的结合性感女神的拍摄手法。米原さん、こんにちは。皆さんに米原さんはセクシー女神のカメラマンって呼ばれてるんですが、それについてどう思いますか？まあセクシーばっかり撮ってるわけじゃないんですけど、基本的には女の子が大好きなので、女の子をどんなふうに可愛く見たとか、多分なんかセクシーな女の子をセクシーに撮ったりとか、可愛い女の子を可愛く撮ったりとか、その女の子の良さを引き出すという部分が多分上手なのかなと思います。すごいですね。じゃあ米原さんはどうやってカメラマンになったんですか？僕もともと編集者で、基本的にはやっぱりその編集者もほらいいとこ見つけたりとか、なんか珍しいとこ見つけるっていう部分だったりするので、それをただカメラを持って女の子のいいとこを探すっていう部分でやった結果がカメラマンになってました。今もね、編集者も延長線上でカメラを使ってるっていう気持ちになってますので。そうなんです。だからカメラマンっていうよりも編集して可愛い子を返してるとか。すごい、さすがですね。じゃあいつも気になるんですけど、米原さんのモデルになるには何の条件が必要ですか？僕が撮る条件としては、街の中で目指している、自分たちの分野の中で光ってる人たちっていうのが大好きなので、なんかセクシーならセクシーに目指してる人とか、だから可愛いなら可愛いとか、なんかそういう分野の中で自分自身が生かしてる女の子っていうのが、僕のモデルになる。本当の美しさって感じ。美しいって感じ。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。Hey, I'm Yone. You're watching the wrong channel. Okay.